今日はですね、元メンテナンスガレージ柳井さんのところに来ました。私の愛車リトルカブ、これ柳井さんが組んでいただきました。もう約3年近く乗っておりますが、残念なことに6月いっぱいで、このガレージがなくなってしまうんで、ちょっとご挨拶と一緒に今日は来ました。今日もいつもありがとうございます。